オリジン弁当の生姜焼き弁当、低価税別460円の半額引きで購入。食べた感想、鶏肉の唐揚げが3個、サイズが結構大きく、唐揚げだけでも食べ応えがある。豚肉の生姜焼きはそこそこの量かと思ったら、下にはパスタが結構敷かれている、傘マシ感はひしひし。唐揚げよりも、 生姜焼きの量もっと増やしてほしい構成です。漬物は最近、細かなたくあんがデフォなんですね。たくあんだと甘めなので、ちょっと弁当の構成としては不釣り合いな感じがした。芝漬けとは時期で仕様変更しているのかな栄養価は、タンパク質 32.0g と前回食べた油淋鶏弁当より 10g 近く多く。 なおかつ、炭水化物は 104.2g と 30g 程度低い。価格と内容量、栄養面で唐揚げ生姜焼き弁当の方がお得でした。